ストマシです。さあ、今回もオロホスの夢やってこう。で、前回ですね。まあ、ここに来て、ソマン姉ちゃんの部屋に勝手に入ってすまん姉ちゃんみたいな感じで、いや、もうしょっぱなからクソしょうもないダジャレ言ってた。まあ、そんな感じだったわけよ。で、ここにもう一回行く感じでいいのかな？あ、そうだ。ユウ、あれは何？あれ？これ、本のことか。これは、日記だよ。あ、日記なんだ。日記。すげえ、今、かすれちゃった声。日記？残しておきたい思い出とか、ノートに書くんだよ。残しておきたいこと。これがソマン、あ、研究員の日記がソマンちゃんじゃないわ。バツガツバツ日。繰り返される実験の中で、私は一人の少女に出会った。彼女の名前はガーベラ。ガーベラ？これ花の名前のやつよね。あ、封印されちゃったエクゾディアの子か。私は彼女に恋をした。私は、彼女は絶望し衰弱していくサンプルたちをいつも励ましていた。そんな彼女の瞳に私は心を奪われた。バツガツバツ日。研究員として許されないことだが、私はガーベラを逃がすことにした。しかし、彼女は一人で逃げることを拒んだ。結果、彼女と数人のサンプルたちが捕まってしまった。私は脱走を手引きしたことで罰を受けた。バツガツバツ日。実験中、ガーベラが息を引き取った。最後まで。生きることを諦めず、サンプルたちの希望になろうとしていた。そんな彼女を救えなかったことを悔やんだ私は、屋敷の中に墓を作り、彼女を埋葬した。そして私の恋が終わった。あー、これがあれなんだ。あの、タイムリミットがあったあの花の中の世界の場所なんだ。え、虚しい。いや、めっちゃ悲しくなったんだけど、切な。なんだこれ。ゴミ捨てなよ。うん、いつか。いや。ゴミぐらい捨てろ。ゴミ。食器。中には何も入っていない。この辺は扇風機だ。夏は必須だよね。あ、これはあれか。ゆうくんになると、やっぱ話はちょっと若干違うんだね。ゴミばっかだな。この本は漫画かな。へえ、全然興味ねえじゃん。手紙が入ってる。君だけは助けたかった。でも助けられなかった。すまない。無力な俺を許してくれ、ガーベラ。あー、手紙で書くって書いた意味あるのか。この本は何？なんでこんな本か。ん？エッチな雑誌だな、これは。うん、確実に 125% エッチな雑誌だな。なんでエッチな雑誌で俺興奮してんだ。とりあえずここかな。装置しますか。はい。どのボタンを押せばいいかな。これじゃない？適当だな、絶対。次はこれ。動いたっぽいね。終わり良ければ全てよし。いやいや、うまいこと言ってんじゃねえぞ。そうだね。行こうか。まあ、今の装置で爆発でもしたらどうする？危ない。一個進展があったら抵抗するという、その精神を忘れてはならない。これって、あ、いけるね。なんかあるね。レポート3と書かれた紙切れがある。人。あ、これ人体実験ですね。はい。この島には村があるので、サンプルには困らない。そして不思議な出来事が起こった。実験の最中、私が作ったものから副産物が生まれたのだ。何これ。何これ。ガイ急にマイトガイ。ガイが渦巻くなの。なんとかの形になったんだ。なんとかの化身といったところだろうか。いや、全然読めねえ。これもかな。あ、これで開いていく。オッケー。右左ありますな。探査ありますな。中には何も入ってない。よくわからない機械だ。これなんだろう。消火器。火起こるのかな、これもしかして。どっかで定期的にでも消火器あるの。よくわからない。まあ、こういう場所だったら消火器はあってもいいのか。押せばわかる。ちょっと待った。触らないでおこう。え、わかった。何の装置なんだ、これは。ゴミ履き。まだ装置あるの。でもなんか紙あるな。ちょっとこれだけ見よう。メモが置いてある。サンプルが保管庫に、侵入していた。やはり以前報告があった蝶が関係しているようだ。抗体が盗まれないよう、鍵をかけておくことにする。サンプル、蝶、小瓶が置いてある中は不明。これがあれなのか、その抗体なのか。まあ、なんでもいいや。とりあえず装置を押してみるか。これ、だ。開いていく。こんなサクサク開けちゃいいの？ねえ、オロホス。ん？ここって研究所なの？そうだよ。
お父様は研究者なの。じゃあ病気を治す薬も作ってるかもしれないね。あ、ちょっと待って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 、なんか今あったよね、村、この町には、この島か、この島には村があってサンプルには困らないってことは、やっぱりゆうくんの村をここのお父さんが実験の材料として使ってるっていうことだよね多分。おい、なんで BGM なくなったんだ。あ、出てきたわ。そういうことだよね多分、かもしれないね。で、抗体がうんぬんってことは多分完成はしてるんだろうな多分、そういう薬は。オロホスのお父さんってどんな人？お父様はいつも奥の部屋にいて、自分の夢のためなら何でもするそんな人。そっか、僕と似てるね。いや大丈夫、お前は多分まだ人を殺めたりはしないけど、多分あいつ、そいつは人を殺めるぞ。それほどの多分人間だと思う。俺は人間なのかも怪しい。なんでここ暗いの？やだ、暗いのやだ。何か書いてある。犬が一匹脱走した、見つけ次第捕まえろ。おー、メモに残してこんな狭いところに置いていくの。これ何？ガスコンロかなんかなのかな。調べれるものはあんまないな。これは監視カメラ。この施設の屋敷の映像が映ってるみたいだ。すまん姉様、普段はここで監視してるから遊具にすぐに気づいたんだと思う。そうなんだ。でもオロホスもいるってこと知らなかったみたいだけど、オロホスは僕とずっといたし、なんでだろう。オロホスは映らないのか、それとも別のものとして認識される。いや、なん、わかんないな。動けない。ああ、映んないのね。あなたは。私は映らないよ。え、理由はわからないけど、私はカメラには映らないの。あと、ソマン姉様と多分姉様多分姉様なんだ。ソマン姉様、謝るときはソマン姉って言ってこれって本当にそうなんだから、多分ねーっていうの。やばい、ほんとクソしょうもない俺今日。やばい。いや、いつもクソしょうもないからいいんだけどさ、なんで BGM ないの。監視カメラには映らない。罠を通り抜けられる。オロス、もしかして幽霊じゃないよね。私たちは人間だよ。変なこと言ってごめん。ここ幽霊多いから、そう思う人も仕方ないと思う。そう思うのも仕方ないと思う。気にしてないから大丈夫。行こう。うん。あ、その前にこのボタンで合ってるかな。あ、ビジェもお帰り。よくわからない機械これだ。すごいな。なんかあのあれ、マザー PC みたいな。マザー PC だっけ、なんか世界的にでっかい PC あれみたいな。メモが置いてある。最近サンプルたちが妙なことを言ってるようだ。蝶を見たと。調べたが特に何もなかった。幻覚でも見ているのか。しかも蝶を見たというサンプルは全員部屋から脱走している。これは偶然か。何か蝶が関係しているんだろう、そういう。へぇ。とりあえず進んでこう。でも、ソマン姉さんなんで監視してないんだろう。本来ならいてもおかしくないんだけどね。めっちゃ監視カメラ多いやな、ここ。またあるの。結構広いな、レポート後。戦争が終わった。軍から実験をやめるよう通達が来た。しかも実験そのものをなかったことにしろと。せっかく長年の実験の成果が実ったというのに。ありえない。あー、なるほど。ここから荒れていくんだな多分お父さん。やばい、ごめん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 。あそこはまずい気がした。俺のセンサーがビンビンに感じた。あそこはまずいと匂っていた。とりあえず違う場所から調べていこう。うわー、矢印書いてある。すーごいアピってくる。あそこなんなんだろうな。ちょっとここだけ見よう。何か書かれている。んー、何これ。いや、いじれるわけではないんだな。白、黒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 。うーん、わからん。とりあえずアピってる場所行ってみるか。ん、ここ行けねえんだ。こんにちは。蝶を探しなさい。私たちに答えを教えてくれるはずだから。蝶を探しなさい。え、ここになんかいるよ。これ蝶だよね。そうか。ではなく、この花だけ本物のようだ。よく見ると、壁に2と書いてある。2? あ、2。2?
にってどこに使うの、え、何かににって使うんだろうな。いや、ここに蝶がいるのは分かったんだけど、それが多分にってことなんだろうな。ってことは他にも場所があるということなのか。それともここににって打ち込むことはできませんね。うん。とりあえず出てみるか。他の場所もいっぱいあるしな。いやー、そのうちこのアラートなりそうだなー。わー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 、あ、蝶がいる。うわー、この水絶対危ないよ。あ、そうなの？あー、なるほどなるほどなるほど、4桁の場所を示しているということか。だからつまりさっきのやつは一番左だったから、あそこの左は2ということだな。なるほど、理解した。理解力が早くて僕は助かっていくね。うん、臭いゴミ箱みたいな場所なの。あ、ここは当たれるんだ。なんかいる。考える必要はない、ただそのまま感じ取ればいい。あ、わかったわ、蝶の動きだわ。これこれね、動きがね5だね。5見て、この蝶の動きが、うん、5だ、5だから5、ここの場所は5。渡れたな、ここ、ここ渡れるんだな。とりあえずここは5ね。 OKOKOK。 一番左が5か、じゃあ一番右が5で一番左が2。他も調べてこう。なんかいっぱいいる。何か書いてある。みんな嘘つき。でも正直者の近くに蝶がいるんだ。へえ。壺の中で、ね、見てみればわかるわ。今朝、数字が書いてある紙切れを捨てている人を見ました。まだゴミ袋の中にありますよ。とりあえずお話だけしようか。左のゴミ袋、数字が書いてある紙があるっす。調べてみてほしいっす。そういえば、数字のと書いてある紙が赤い箱の中にあったの。でも蝶がいる人いないもんな。いいことを教えてやる。あそこにある機械に1234と入力してみろ。どこの話してんだこいつ。大きな段ボールの方に真実が入っています。あ、ここ蝶がいる。本棚の中に変な紙があったわ。本棚ね、本棚。とりあえずじゃあこの人たちは違うってことか。本棚が、本棚、本棚、本棚、これかな。どれだろう、どれの話してんだろう。本棚、何か挟まってる。じゃあこれ違うな。これ本棚なのか。これが本棚ってことでいいんですかね。ちょっと一旦セーブしましょう。殺される気がする。はい、あ、ここが3なのか。なるほど。いや、だから何なんだよ、だから何なんだって感じじゃ。違う違う違う、挟まってる。調べてみる。何、まあ、死ぬよね。だと思いました、私。とりあえず、あ、これだ。あ、蝶いたわ。ここに人いたんだ。全然気づかんかった。消火器のところに紙切れがあったよ。あ、消火器ね。オッケー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 。これが。はい。9。あー、オッケー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 。だから、右から2番目の場所が、消火器9か。オッケーオッケーオッケー。だから、2、9、5。2、8、9、5ね。2、8、9、5で、何？え、大丈夫？うん。なんだろう。何かが充満してて。他の人たちは、注射して入ってた。注射？奥に進むにはそれを探すしかないか。あー、なるほど。了解です。じゃあ、もう一箇所の場所探しますね。何書いてある？何か書いてある。死を恐れる。それは間違いではない。しかし、逃げるが正しいとは限らない。なんか難しいこと言ってる。いや、だから血ついてる、あれ。え？え、血ついてる、これ。どうしたの？なんでもない。行こう。あ、蝶がいるけど、蝶だ。絶対死ぬと思った。え？ぐちゃぐちゃにされてない？ソマン姉ちゃん何やってんの、お前。これは、お前、すまんねえって謝っても、お前許さねえからな、お前。やはり、来たか。やっぱおっぱいでけえな、お前。オロス、私は言った。次見かけたらは、容赦はしないと。いや、目怖っ。急に目怖っ。すまんねえ様、話を聞いて。わかった。聞いたら、お前、聞いてくれるんだな。いい人だな、あんた。そこの子供、あ、ダメだわ、こんな人、良くない人だった。いえ、逃げよう。ん？マジ？私たちは、
お父様の夢そのもの。お前ではその子は子供は守れない。私たちは奪うことしかできない。お前はそれに気づかないのか。ああ、逃げれないね。逃げれないね、これは。これは、サマン姉様は家を逃がさないつもりなんだね。どうしよう。さっき入った時、どこからか風の流れを感じたの。また戻る感じ、これ。だからあの部屋のどこかに抜け道が、みたいなのがあるかもし、ああ、抜け道がもしなかったら、いや、諦めたらダメだよね。いえ、あの部屋に長くいるのは危険。辛くなったら外に出て。わかった。なるほど。なるほど、なるほど。この時間は長いのね、結構。結構許される感じ？あと3回。あー、これカウント式なのか。なんか歌われてる。答えを求める者よ。私の問いに続けて、死んでも私はそれに答えよう。何言ってんだこいつ。保管庫へ行くためには、この部屋にある、だ。何とかをすれば開くようになっている。なーんのこと言ってんのこれ。なーんのこと言ってんのこれ。ここ風通りそうなさそうだけどな。じゃないか。ちょっと待って、赤いコンテナ。なんか、ないか、なんかないか、なんかないか。なあ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 じゃないの。あまり近づかない方がいいんだと思います、僕も。ビデオ数ないですけど、ちょっと一旦調べる。私の最後の希望。死んでもそれは変わらない。一旦出よう。あと2回。いけるな。あと2回。なんか、待って。なになに蝶の死骸。いや、捕まるんかーい！これに至ってはわからんかった。ゆう。さて、私は報告にでも行くか。ん？死んだんだよね、これ多分。ゆう、あ、まだゆう生きてる。おろ、あせ。いや、すごい亀裂。お前、顔に入れ方。な、サンジじゃねえ、ゾロみたいな顔面に亀裂入れられてんな。あばらも結構持ってかれた感じあるな。肩も痛そうね。大丈夫。これぐらい。どうしたの？ない。え？大丈夫じゃない。でしょ。じっとしてて。うん。包帯。あれ、なんか見たことある、この顔。なんだろう。既視感すごい。違うんだよね、ダム。オロス。どうしてここまでしてくれるの？見つけたの。あ、包帯ってあれか。怪我した時のやつか。え？やっと見つけた。私の。うん。なんでもない。歩ける？うん。オロス。ありがとう。あ、動けますね。動けますね。全然元気だしね。セーブ分けときますね。これ分けたんですかね。分けてありますね。今回この辺で終わりますね。じゃあまた次回お会いしますね。さよなら。